はい、皆さんおはようございます。ここは十五島町内会、12番というゴミステーションですね。ここにですね、ゴミステーションは町内会専用です。でこうやってこれ昨日夜10時頃までジンギスカンやったやつがいて投げてきやがるんだ。どうしようもないな、これな。これは本当にね、不法投棄なんでね、北海道警察さん、これ捕まえてください、犯人を。毎回こうやってね、ゴミステーションにこれ、まあ、焼肉はまあ本当はダメなんだけどね、ダメなんだけど、まあ、やるやつはやるからまああれなんだけど、ここね、非常になんちゅうか風光明媚な地獄島公園ということでね、河川敷があるんです。よいしょ、よいしょ、ヘドクイ、非常にね、風光明媚な河川敷です。ここでよいしょと、よいしょと、あら、まだロック鳴ってねえの。鳴ってるのか、これ大丈夫か。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よっこらしょ、よいしょ、よいしょ、ここでね、ジンギスカンやるんです。ね、炭がこう全部捨てられてますよね。まあここは本来的に焼肉ができる場所ではないんです。本当はこの奥の方でね、炊事遠足場ということで、十五島公園で開放してるんですけど、ここまでは開放してないんですね。昨日も夜10時頃までね、焼肉やってました。ナンバー取ってけよかったな。いつも失敗するな。よいしょ、今投げたるな。よいしょ、どっこい、どっこいしょ、どっこい、どっこい、どっこい、よいしょ。まあね、焼肉もダメなんだけど、ゴミ捨てるのが一番頭にくるよな。やっぱりあの、これはやっぱり一種の不法投棄だからね、3000万以下の罰金に処されるんだよね。本当に今年はこれで何回目かな、5回目ぐらいかね。25日もなんかね、罰点されてるから、24日にやったのか。この罰点を見ると25日の朝やってるから24日にやられてんだね、これね。まったく頭にくるよ、本当にな。まあ清掃の車もね、こうやって罰点して罰点されてもこれね、うちのゴミ担当者が仕分けしてまた再度投げなきゃいけないんだよ。本当に北海道警察さん、これ犯人を捕まえてください。もう何回もやられてるからね、もう5回も6回もね、担当者が仕分けして投げるのは辛いんだよ、本当にな。ぜひこの犯人をね、捕まえてください。以上です。